どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゾンビサバイバル。以前紹介したゾンビの大群から生き残るワールドが大幅にアップデートされていたので改めて紹介です。ワールドに入ると奥にはエントリー部屋があり、その前の横の方には射撃場があります。射撃場ではあらかじめ銃の練習ができます。使える銃の感覚を確認しておくといいでしょう。準備ができたらエントリー部屋に入りましょう。入れば自動的にエントリーがされます。難易度とステージを選択したらゲームマスターがスタートを押すことでゲーム開始となります。ステージへと転送されたら腰についているホルスターから銃を取り出してゾンビと戦いましょう。ゲーム内容はひたすらゾンビと戦い、どこまでラウンドを生き残れるか競う内容となっています。ゾンビが壊した壁は近づくと自動的に修復されます。進行を妨げることができるので積極的に直しましょう。ゾンビを攻撃するか壁を修復するかでお金が手に入り、壁に立てかけてある銃を購入して入手できます。初期武器のハンドガンよりはるかに強力ですが、弾に限りがあるので弾切れには注意しましょう。またお金を消費することでエリア拡張も行えて、その先では自身のバフをかける自販機などもあります。逃げ道を作れる他に強力な武器も入手できるチャンスなので、できるだけ拡張していきましょう。ラウンドが進めば進むほどゾンビの数や種類は増えていき、一定のラウンドではボスとの対決もあります。ゾンビは倒すと一定時間プレイヤーを強化するアイテムを落とすので、積極的に拾いましょう。ゾンビに攻撃されてライフがゼロになるとロビーへと戻されます。全員死んだ場合はそこでゲーム終了です。こんな感じでどこまでラウンドを生き残れるかを挑めるクエスト対応ワールドとなっています。敵の数や種類、銃の数や種類などボリュームがものすごくみんなでワイワイしながら遊ぶことができます。そんな感じでゾンビの大群から生き残るワールド、皆さんもぜひ遊んでみてくださいね。